V ネックベストの、はい、見頃なんですけれども、私ね、クリムゾンレッドに変えてから、39段編んで、今ね、表側で終わったところです。はい。上の方はね、パティシエで15段編んで、その後、クリムゾンレッドで39段です。はい。できるだけね、長めに頑張ってきました。そして、ここからね、前立てを編んでいこうと思います。で、今回ね、私は、前立てをね、ボタンホールをつけたいので、5段編んで、5段のうちの3段目のところに、ボタンホールをね、開けていこうと思っています。まずはね、裾の続き、はい、ここから、はい、長編みのところにね、細編みを編んでいこうと思います。そして、ここでね、かぎ針を交換します。私は、今までは8号5ミリでしたが、前立ての細編みは 7.5 号を 4.5 ミリにね、出します。ではね、ここでまずね、毛糸もね、残り少なくなってきたので、パティシエの残りも入れて、5段のうちね、配色をしていこうと思います。で、このね、これはまだ3玉目なんですけれども、この赤茶色、それからこれが4玉目なんですが、はい、このクリムゾンレッドと、この焦げ茶と赤茶を使って、はい、ストライプにね、しようかなと思います。まず1段目はね、この続きのまま、クリムゾンレッドでまず1つね、1段細編みを編んでいきます。ではね、縁編みをいたします。前立てです。これがね、私の右側の裾になります。鎖1をして、1段目の長編みの足のうちの2本をすくいます。はい。そして、まず細編みを1つ。1目目に必ずマーカーね、つけていきましょう。そして、はい、この同じ長編みの足にもう一つ細編み、はい、で長編み1段に対して細編みを2目編んでいこうと思いますね。かぎ針を小さくしたので固くする必要ありませんので、ふんわりね、1段に2つずつ細編みを編んでいきます。はい、今ね、同じ色の部分の細編みが終わって、まっすぐね、なってきてるかなと思います。そしてね、こっちのパティシエの方にね、入ります。ここもね、今までと同じです。2目ずつね、編んでいきますね。はい、足のうちの2本を選んで、すくって、細編み。はい、こちらも、足のうちの2本をすくって細編みと進めていきます。はい、このようにね、2本ずつすくって細編みを2目ずつで、このようにね、編んでいきます。はい、前立てのね、1段目の途中です。今ね、このようにね、編んできて、はい、首のあたりです。そして今ね、このマーカーをしたのは、私の、増し目をやめた段のスタート地点です。はい、ボタンホールをつける時のね、目安になるので、はい、増し目をしなくなった段のところにね、目安にマーカーをつけました。それからね、こちら、はい、今ね、側面が終わって、こちら作り目側に入るというところになりました。はい、で今ね、ここに細編み2目して、ここで曲がっていくところになります。そしてね、ここに長編みが4本入っていて、ここに、鎖編みが3つあります。はい、ここにね、続きで編んでいきます。細編みを2つ、はい、そしてこのね、
外します。はい、そしてこのね、次の鎖編み作り目だったところにも細編みを2つ編みます。このようにね、2つずつ編んでいきます。はい、今ね、前立ての続きで襟ぐりをね、ずっと、はい、1つの作り目に対して細編みを2目で進んできたところです。で、ここでね、一旦見た目を確認していただいて、ここのところがね、あまりにも縮んでるなという方はね、細編みの数を2目ではなく3目にね、した方がいいかもしれませんので、一旦ここでね、見た目を確認しましょう。私の場合はね、ふんわり編んでいるので2目で大丈夫ですが、はい、見た目でね、こう平らになっていれば大丈夫です。はい、前立ての、細編みのね、1段目が終わったところです。はい、でね、毎段色を変えるので、ここでね、糸を切ってしまいます。はい、そしてね、毎段変えるのでだったら、表編みにしようかなと思うので、また、ね、一番最初のさっきマーカーをつけてね、ここから始めようと思います。で、次はね、茶色です。やり方はね、同じになります。はい、もうね、あとは1目ずつ編んでいくだけになりますね。はい、マーカーのところに針を入れて茶色を取って、尻尾さんを前へ連れてきて、鎖1、同じところに細編み。2段目からはね、楽ですね。もう前の細編みの通りに編んでいくということになります。この尻尾さんをね、包んでいきますね。はい、前の通りに編んでいきます。はい、そして、3段目でボタンホールをね、付け位置をマーカー付けなどやっていきます。はい、前立てのね、2段目、私の場合は茶色ですが、それが編み終わったところでボタンホールの付け位置を決めました。で、まずね、一番最初に決めるのは一番上のボタンです。で、試着をして決めるのが一番いいので、試着をしてね、鏡の前に立ってマーカーをまずね、一つ目につけてみるということをね、やってみましょう。そして私の場合はこのね、焦げ茶色のこのグラニーの段なんですが、ここは私の場合は増し目をやめた段なんですね。ここからまっすぐラインに入っているということなので、ここをね、第一ボタンにすることにしました。はい、試着してもね、ここでいいかなと思ったので、ここにします。そしてボタンをね、こちらにしました。5個入りです。こちらはね、この前ダイソーさん渋谷で買ってきたんですけれども、25ミリのボタンです。ちょっとね、大きめで木の感じでいいかなと思いますので、こちらにします。そしてマーカーからマーカーの間の目を14目取りました。14目ですね。はい、マーカーからマーカーの間の14目がおよそ11センチになっています。はい、で、次からも全部14目にして、ボタンホールの分の2目分のマーカーをこのようにね、つけています。はい、ここです。そして5個入りなので、下はここはボタンがないということになります。6個つけたい方はもちろん6個ですし、はい、ボタンの位置をね、試着をしてご自分の好きな感じでね、お決めになるのが一番いいかなと思います。それではね、ここのところをやっていきます。はい、3段目のね、赤茶色のパティシエの中から取った色を編んできて、先ほどのボタンの付け位置のところに来ました。ここの2目分を鎖編みでスキップします。そしてマーカーの分全部スキップして、マーカーの左隣に細編みをします。そしてちょっとね、数目編んで、マーカーを一旦外します。
ときついけど通りますね、はい、皆さんもねこのようにねボタンを通して、はい、ちょっときついぐらいがいいですね。伸びてきちゃいますので、なので加減をして編んでいただければと思います。ではねこのようにマーカーのところ鎖編み2つで編んでいきます。はい、前立ての4段目です。一番下のねボタンホールのところにやってきました。はい、ここのところは私の場合はね色が違うので、はい、ここをね側に取らずに鎖編みの上の2本を取って下半目を残して細編みを出します。はい、鎖編みの上の2本を取って裏山をね針の下に残しています。そして細編みを続けていきます。ね、社長さんがもごもご、はい、やっていらっしゃいます。このようにねなります。少々きつめですが、はい、これぐらいでいいかなと思うので、はい、ではねこれが4段目で、次をまたねクリムゾンレッドに戻して合計5段編んできます。はい、前立てがね終わりましたのでボタン付けをねやっていきます。私のねいつものやり方です。あらかじめね下4つはねもうつけて綺麗にね糸始末もしてしまいました。はい、ではねまず普通の縫い針に輪にした糸をねこのように準備します。そして、通したい毛糸30センチをこのね針につけた糸の中にこのようにね通しておきます。そしてボタンに通していきますね。今日は4つ穴なので×の字につけようと思います。向かい合わせにまずね針を通します。はい、そしてこの時にねほぼ半分ぐらいに毛糸の長さを揃えておきます。そしてあとは空いている穴に順番に通します。はい、このようにね×の字につきました。ではねここで毛糸を2回しっかり結びます。1回、2回、キュッとねしておきます。はい、そうしましたらここがね、ボタンホールに合わせてあらかじめつけていたマーカーです。マーカーをつけている間にまずねはい一旦通して1本糸を後ろへ連れていきます。それからマーカーを外しますね。はい、そして細編みを1つまたいでもう1本の毛糸も後ろへ連れてきてこのようにねなります。はい、ここでねしっかりね3回ぐらい結びます。キュッとね固くしておきます。この後はとじ針です。すぐ切るとね外れてしまう可能性があるので数目でいいのでねこのあたり、はい、細編みのあたりに通しておきます。はい、そして返しておきます。はい、今のはね社長さんです。はい、膝にね今ねいます。大きなあくびですね。はい、これでボタン付けが終わりました。はい、このようにねボタンホールに合わせて均等につけることができました。ではね拾い目をして袖を細編みで1段ね編んでいきます。包み込みますね。しぽさん、まずねこの合体した時の長編みの足のうちの2本に針を入れて
ウェイトをかけて連れてきて、しっぽさんを手前に一旦押さえ、鎖1、同じところに針を入れ、しっぽさんも一緒に包んで細編み1、そして同じ足のうちの2本をまた新たに取って細編みを1。はい、ここのねグラニーステッチの長編みの足のところ細編みを2つ編みました。次に進みます。はい、ここのね鎖1のところ、はい、は上2本を取って裏山を残します。はい、あとは長編みの頭1つずつ細編み編んでいくということになります。特にね、減らし目などもありません。一目に一つずつこのまま編んでいきます。はい、袖のね、縁編み、細編み1段編んでいきました。はい、で私はね、1段で終わろうと思います。皆さんはね、試着をなさってお好みの段数編んでいかれてください。ではね、この赤い分割をしたところの長編みのところにね、編み始めと同じように細編みを2ついたします。はい、2本取れますね。はい、はい、そしてね、このグレーのところを無視してこのままね1目めに引き抜きます。キュッとね絞ります。マーカーを外してマーカーのところに針を後ろから前へ出してループをかけてループを後ろへ連れて行ってここでねキュッと絞ります。はい、ここのところね、はい、キュッとしっかり絞ったら糸始末できる分残して、はい、後ろでかけて後ろでキュッと絞ります。はい、このようにね綺麗に、はい、始末することがねできました。この後はねとじ針でいつものようにねしっかり後ろの方にこの赤いあたりに返し縫いをして綺麗に始末をいたします。それではね残った毛糸でポケットをね編んでいこうと思います。でね、こちらがパティシエのこっちがね、3個目で、はい、4個目、茶色をちょっとね、使いました。4個目の茶色です。はい。ではね、まず真ん中から、はい、グラニースクエアを編んでいきます。ではね、はい、こちらが4個目のね、残りなんですけれども、この順番で編んでいきますね。白、ピンク、グレー、この赤茶、そして焦げ茶の順で編んでいきます。ではね、始めます。輪の作り目をします。はい、ではね、始めます。まず長編みを3本編みました。1目めの頭にね、マーカーをつけておきます。はい、そしてね、今日の場合は角の鎖編みは2つです。小さくならないように気をつけます。この長編みの頭とね、同じ大きさの鎖編みの大きさにしておきます。そして長編み3、これをね、繰り返していきます。すごいね、可愛いポケットにしたいとね、思います。鎖2ですね。はい、大きさに気をつけます。長編みを3本です。はい、鎖編み2つ。長編み3本です。
長編み3本の塊が4つになったら中心の尻尾さんをキュッと絞ります。しっかりね絞っておきます。はい、はい、そしてねここ色をね毎回変えるので鎖2で終わります。はい、鎖2編みましたらマーカーをしていたところ後ろから前へ針を出してループをかけてループを後ろへ連れてきます。はい、いつもねこのようにいたします。キュッと一回引き締めたら糸をかけて糸始末できる分残してカットします。ここをねキュッと締めてしまいます。そして糸始末をします。はい、1段目ができました。2段目ピンクです。はい、ではね、糸始末した角がここなのでお向かいからスタートいたします。はい、またね長編み3本から始めます。この角にね針を入れます。2回巻いて長編みを3回、はい、そしてこのまますぐ隣の角に行きます。間にね鎖編みをいたしません。カーデあのベストの身頃の編み方とね同じです。鎖編み2つして、はい、同じところに3本です。角に鎖編み2つして、はい、同じところにあと3本。はい、角所ないところはこのまますぐね角に進みます。間の鎖1を今日はしないタイプの編み方にしています。ね、身ごろの上の方とね同じです。角に鎖編み2つして同じところに3本。はい、そしてここでね最初で最後の角、はい、ここに長編みを3本。で最後に鎖編み2つしたら編み地を返して、はい、1目めの長編みの頭に針を入れて、ループをかけて、ループを後ろへ連れて行って、ここで軽くキュッとしておいて、かけて、カットします。はい、そしてねここは先ほどのように糸始末をしていきます。形をね整えます。毎段ね形を整えるといいですね。間違いに気づいたりする時もあります。ではね3段目、はい、最初のところだけやってみます。糸始末をする予定の反対側からスタートしますね。はい、そしてここで始めます。まずは長編みを3本。はい、さっきねマーカーをつけてなかったので1目めの頭にはマーカーをねつけておきます。その方がね後で最後始末がとてもしやすいです。そして長編み3本編みましたらこのまますぐ上糸をかけて真ん中の隙間に長編みを3本です。今回はね間の鎖編みがありませんので、はい、私もねうっかり編んでしまう時があるんですけれども、
はい、このようにね長編みです。そしてこのまま角に入って長編みを3本、そして角には鎖2つ、そしてここにまた長編みを3本、このようにして毎段編んでいきます。糸始末もねその都度済ませていきましょう。そして、グレーの次にこの赤茶色を編んで、その次に、この焦げ茶を編んで、はい、そして6段目、 1,2,3,4,5,6 段目にこのクリムゾンレッドを入れます。はい、6段目を編んだところまでね進めていきます。糸はね切らずにそのままにしておきます。はい、ポケットの6段目、クリムゾンレッドでね1段編んでいきました。そしてね、ここからなんですが、今までとちょっとね違います。ポケットのね折り返し口をこうねつけたいので、ここのところ長編み3編みましたら、はい、鎖1をして一番最初の長編みの頭に針を入れたら、細編みをして角の真ん中で終わります。鎖1、細編み1をいたしました。そして、スクエアの方はこれで終わりですが、ここにね折り返しの蓋を作りたいので、ここに長編みをねこれから、編んでいきます。まずはね角に1目目の長編み、はい、そして同じところにねあと2本です。はい、このようにね角に3本編みました。そして次の隙間に長編み3とグラニーステッチをね左の方まで編んでいきます。はい、ここからね往復編みをしていきます。はい、そしてこのポケットの折り返しの部分はね、これを1段目として1,2,3,4と編んでいきます。はい、左端の角にも長編みを3本ですね、編み始めと同じ本数の長編みを編んでおきます。はい、このようにねなっています。そして裏返します。次はね一番端の目にまず長編みを編んで、マーカーをしておきますね。そしてここは1本だけで次に進みます。はい、ここにね3本です。はい、あとはね同じです、長編みを3本です。はい、今ね折り返しの2段目を編んできました。そして一番最後のところは編み始めと同じように一番端のところに針を入れて長編みを1本で終わりますね。はい、左右が同じになるように1本の時は1本です。はい、で3段目4段目は1段目2段目と同じことを繰り返します。ここは長編み3本ありますね。そうしましたらここにねまず1つ、そして同じところにねあと2本、1段目と同じ見かけにしていきます。はい、このようにね編んでいきます。編み終わりもこれと同じようにね長編み3本、そして次の段は2段目と同じように1本というふうに、1段目2段目と同じことを3段目4段目で編むということになります。はい、ポケットがね2つできました。ここをね4段足したので一番上がね裏向きで終わっていますが、これをね2段分このように折り返して、はい、このような感じで、ベストの方にね縫い付けていこうと思います。綺麗にね糸始末も全部ね終わっています。はい、ポケットをね、仮止めをしてみました。まずね下
着をしてボタンを閉めますね。そして、この辺かなと思うところにマーカーを仮につけておいて、そして、一回脱いで、そして改めて目数などをね、確認して、左右対称になるように、このようにね、マーカーをします。そしてね、ここが開き口になりますので、ずれないようにね、要所要所にマーカーをこのようにね、つけました。はい、まずね、こちら側を並縫いで縫ってみました。可愛くね、なりましたね。もうね、イメージ通りに、はい、可愛くね、できたと思います。並縫いなのでね、簡単です。で、縫うのはね、このコの字の部分なので、縫う長さの、はい、1.5 倍ぐらいで糸を用意します。並縫いなので簡単なんですが、気をつけるのはね、下の編み地に針が入らないようにということをね、気をつけていくといいかなと思います。はい、でね、このマーカーをつけたのを目安に、はい、針をね、後ろから前へまずね、通します。編み地とポケットが、はい、一緒になるようにね、この折り返し部分も一緒にです。そしてここで一旦ね、マーカーも取ってしまいますね。はい、そしてこの糸を一旦ね、裏へ出します。裏へ出しますね。はい、そしてここでいいかね、確認します。はい、よければね、ここでもうね、ここは後で糸始末をするので固結びをしておきます。しっかりね、はい、結んでおきます。そしてあとは、はい、このマーカーに沿って並縫いをしていきます。上針を出して、このね、ポケットの下の方と折り返しの蓋の部分も一緒に針の上に取ります。はい、そして1目進んだあたりに針を入れて裏へ、はい、ベストの方にもね、通します。そして表を確認しながら、マーカーはね、もっと多くつけても大丈夫です。ずれるのが心配な方はね、マーカーを多めにつけていきましょう。そしてここからはね、この長編みの頭のこの鎖編みがありますので、そこに1目ずつね、並縫いをしていくということになります。はい、2番目の長編みの頭、3番目の長編みの頭、はい、4番目の長編みの頭、はい、このようにやってもいいですし、こうやって、はい、構えておいて、このようにね、並縫いをしても大丈夫です。1目ずつ、はい、鎖編みから鎖編みへ、ここも鎖編みから鎖編みへ、この時にね、後ろ身頃を拾わないようにね、気をつけます。はい、はい、このようにやって頭から頭へ、ベストの前身頃の編み地をすくって、このようにね、並縫いをしていきます。はい、そしてね、この角のところもね、綺麗になるように気をつけながら、はい、まず一つ、はい、
一つ目の角、そしてあとはね、同じ要領です。ずっと合い印つけたのに沿って、このようにね、長編みの頭をこのようにすくってつけていきます。はい、心配な時はね、反対側とよくね見比べて、はい、位置がね同じかなっていうのを見ます。ちなみに私は裾からね10段開けて10と11の間にこのポケットの底辺をつけました。ではね、あとは同じになりますので端までね縫っていきます。最後はしっかり糸始末をしましょう。はい、V ネックのねお尻すっぽり丈のベスト、やっと完成しました。はい、すごくねイメージ通りの可愛さです。はい、このねストライプも、はい、残った糸でねやってみたんですけれども、すごくねアクセントになりました。ここの上の柄を生かしたかったので、この前立ての色はね、あのピンクとかピンク白グレーはね使わずに、はい、赤系茶系だけでいたしました。そしてねポケットもね、私の頭の中でイメージしていた通りにねつけることができましたね。ボタンがねもう一個あったらもう一個ねつけるとやっぱりいいかなと思いましたが、はい、5個入りだったのでねこんな風にしました。ポケットもね自分で試着をしてちょうどいい位置につけたので、はい、なかなか、はい、うまくいったかなと思います。波縫いなどでね簡単につけることができます。はい、こんな感じに、ね、なりました。もうね結構、はい、身頃の延長ね、このクリムゾンレッドになってからの、長さがね結構ありましたので、はい、という感じで、ポケットのサイズをねお伝えするのを忘れていましたので、横幅がねおよそ16センチです。それから見た目の高さがおよそ20センチになっています。こちらね2枚編んで波縫いをいたしました。糸処理もね全部綺麗にね終わりました。波縫いしたところ裏から見てもね全然わからないですね。はい、綺麗にね波縫いなので紛れ込んでくれますので綺麗にねなりました。各地ねお好みにしていただければと思います。私の開き口は縁編みをした後だと22センチになっています。はい、それからね身ごろの幅たっぷりになりました。55センチです。それから着丈を測りますね。はい、ちょっとね私的にはねもっと長くてもよかったんですけれども、はい、なんか毛糸の様子を見ながらね冒険できずに、結構ね8玉目はね残っております。90センチになりました。はい、着丈は90センチです。ということで、お材料は予定通りねパティシエが4個、はい、もうほとんどね使い切りました。はい、でね予備はね使わずに済みました。そして、クリムゾンレッドは8玉ですね、8玉ですが、半分ぐらいね残りました。はい、では部長試着します。ちょっとね長いから立ちます。はい、あったかい、もうね暖かさはね分かっているんですけど、もうねものすごい可愛いですね。はい、柄のところがね上にしたんですけど、ポケットもね可愛いです。ポケットいいですね。ちょうど手を伸ばしてポケットの底に、はい、手がつく感じです。こんな感じで可愛いです。今ね実はお尻すっぽりベストを着てるんですけど、その上からね着ています。はい、ね膝は隠れないですね、膝の少し上ぐらいまでという感じです。冒険できたらね残りの、はい、クリムゾンレッドも使いたかったんですけれども、はい、一生懸命ね編んで、はい、そこまでにいたしました。ということで、この後ね女子マネさんに試着をしていただきます。はい、このようにね可愛らしい、はい、ベストを作ることができました。頭の中のねイメージ通りにできたのでね、私もすごいね満足しました。あとねもうとってもね楽しかったですね。はい、糸処理もねありましたけれども、はい、綺麗にね糸処理もできました。ボタンもね意外とこれマッチしたなと思いますね。この前ダイソーさんで
たまたま見つけて変えていたものですけれども、25ミリのねボタンをつけました。はい、このようにねなりました。で、またね寸法と、お材料についてね動画の下にも書いておきます。今回も前編後編と最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。いつもね温かい応援メッセージ、はい、完成おめでとうとかね、はい、あとこんなの編んだよとかね、これでこの色で編みましたなどね、皆様のコメント大変私の活力になっております。いつも本当にありがとうございます。そしてこちらのベストね、すでに編み始めたよという方もね前編の方でいらっしゃいましたが、ぜひね多くの皆様に編んでいただければと思います。いよいよね年が明けましたら寒さ本番ですので、暖かいアイテムねたくさん編んでいきたいと思います。今日のこのベスト、やっぱり私も編んでみようかなと思ってくださった方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。そしてリカチャンネル編み物部では愛部員さんをね大募集しております。愛部員さんになるのはねただ登録ボタンを押していただくだけです。一緒にね楽しく編み方ができたらとっても嬉しいです。皆様のご登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。はい、としもねさんにね試着していただきました。めちゃめちゃ可愛いですもうねこの色の組み合わせね、今回本当にね想像以上に可愛くなったかなと思いますね。ポケットもね、はい、すっごいね可愛いポケットに、ね、なりました。ちょっとね手を温めたい時やマスクをパッと入れたりとかね、はい、スマホもね入ります。とっても可愛くなりましたね、はい、横はねこんな感じです。ちょっとね斜め横っていう感じです。もうね見るからに暖かそうです。はい、後ろ姿です。今回もね肩まで暖かい、トップダウンのいいところですね。肩もいっぺんにね編めてしまいますので肩まで暖かいです。このね色がもう本当にねパティシエの色を生かすことができてねとっても良かったなと思います。そして女子マネさんのお尻はすっやっぱりね隠れています。お尻ねここまでなんですよね、はい、私の膝の少し上まで90センチという長さで編むことができました。ボタンを開けるとこのような感じです。はい、床に置いたところです。はい、社長さんもねもう早速点検に来ていらっしゃいます。ちょっとね外がうるさくて申し訳ありません、はい、社長さん母ちゃんのロングベストどう？尻尾曲がってますね。どうしたんでしょうね。社長さん母ちゃんのかわいいかわいい V ネックのベストどう？かわいいのできたでしょ、どうでもいいのねあなたね、最近ほんと不真面目よね。これねペロペロしてるのはおやつちょうだいってね言っていらっしゃいます。もうね全然最近検品してくれないんですよね。じゃあね試着はねしてもらいます。社長さんねもう全然聞き分けがないんですよ今ね。母ちゃんのねベストの袖を首に通してもらいました。はい、お袖をかぶっていただいておりますね。もうねマントのようですね。はい、騎士殿って感じですけれども、社長さんおねだりばっかりしてね、勤務態度今日ほんとねダメですね。勤務評価ねもう罰つけちゃいますよ母ちゃん。じゃあ社長さん、勤務態度ものすごく悪いんだけど、出演料はね、差し上げようと思います。選んでね。うん。どっちでもいいのね、ギャラいらないの？じゃあ今日はギャラなしでもいいの？社長さん。じゃあ選んでね。じゃあ選んでね。さつまいも？ブルーベリー？あ、ブルーベリー？あ、ブルーベリーなんですね。はい、ペロンが出ましたね。